はい、皆さんこんにちは、レイです。風邪ひきました。今週さ、大事な仕事があるんすよ。結構気使ってたつもりだったんだけど、今さ、暖かくなったり寒くなったりするじゃん。だから体壊したらやばいなと思って気使ってたんだけど、風邪ひいちゃいました。皆さんもお気をつけください。ちょっと鼻声で参りますが、ごめんなさい、お許しください。ずいぶん前にですね、バイクのバックパックをいくつか紹介しますって動画を作ってたんですね。それがこちらでございます。はい。で、その中でも3つ紹介したんですけど、1つは、どこのブランドかわかんないんだけど、アマゾンで適当に買ったグレーが気に入ってて、灰色だからってことで気に入って使ってたやつなんだけど、なんかの撮影かなんかロケしてる時にバイクの液パイにちょっと当てちゃったみたいで溶けちゃったんですよ。で、ボロくなっちゃってみすぼらしくなっちゃったから新しいの欲しいなと思って、そこでまず買ったのがですね、これ串谷のバックパックです。これのいいところとしては、生地がすごく分厚くて強いから使い倒しやすいってところがすごい気に入っています。で、生地自体も水通さないから、あの雨の日にもバンバン使っちゃってます。で、ただちょっと面倒くさいところがあって、まずこの中身の荷物の部屋にアクセスするためには、この上の蓋のようなものを開けていかなきゃいけなくて、っていう、これがその風とかね、雨から荷物を守ってくれてるんだけど、豆に物を出し入れするときにはちょっと正直面倒くさく感じてました。で、僕の使い勝手としては、ここにノートパソコンを入れたい、あと三脚入れたい、カメラ入れたいっていうことで、で、中の荷室がほぼ1個しかないんですよ。薄いに1個あげればちょっと物は入るんだけど、薄っぺらくて狭いから書類とか本とかしか入らなくて、ほぼほぼ1つの部屋になってるんですね。で、ここの表側にちっちゃなポケットがあって、ここに、あ、なんか入ってた、ロキソニンが出てきました。後で飲みます。ここにお財布とか目薬とかリップスティックとか、ちょっと細かいもの、モバイルバッテリーとか入れるのに便利なんだけど、これ上の蓋を閉めた時に、ここの前側にパチンって止まるとこがあるんだけど、このパチンって止めた後の長さ調整する紐がこの表側のポケットの中に入りがちで、で、これを閉めようとするとここで引っかかって閉まらないってことがぼちぼちあって、いいんだけど、僕の使い勝手には100点満点ハマってないって感じですね。ただ海外出張とか行くとか、なんか荷物持ってかなきゃいけないとか、国内の出張でも荷物がない時っていうのは、ここにパソコンから着替えから全部突っ込んで使い倒してるので、多分使ってる頻度としては一番僕の中では多いもの、高いものですね。で、もう一つ、こっちのアルパインスターズのバックパック、これもさっきの動画で紹介してるんですけど、これのいいところとしては、ここ下側を開けると中から袋が出てきて、この袋の中にヘルメットを入れられるんですよ。だからヘルメットを持って電車に乗るとかバスに乗るってめんどくさいじゃん。そういう時にこのバックパック側にヘルメットを固定できるっていうのが良くて、例えば教習所に行くとかさ、あの地域によっては車高って言ったりするんでしょ。あと僕はその後方車をメーカーにバイク借りに行く時に、ヘルメット1個こう持ってるのが邪魔で手ぶらになりたいから、バックパック背負ってこっちにヘルメットをつけられるっていうのがすごく気に入ってます。で、ただ内容量としては串谷のこれよりもこっちの方がちょっと減るんですよ。で、ただポケットの作りは数が結構中にあるのと、あと中にノートパソコンの部屋がわざわざ別に作られてるということもあって、で、正直ね、これね、ちょっと設計古いらしいんですよ。これ串谷に聞いたら、こういうとこがもうちょっとこうなったらいいんだけどなって話をしてたら、設計古いからいつかモデルチェンジするときになんか教えてみたいな話をしてて、で、こっちはもうちょっと今時の設計してるので、パソコン入れられるとか、あとね、ここ水を背負って水飲むやつね、あのキャメルバッグとかここから出してきて、エンデューロとかでも使えるっていう意味でこれいいですね。だから今度海外オフロードの旅行くときはこれ持ってく可能性高いですね。で、この2個で今一番困ってるのがこれ、パナソニックの GH4 という一眼レフカメラを僕使ってるんですけど、これと三脚と、あと音を別撮りすることがあって、それなんかちょっとマイクっぽいものとか、別のコンデジとかアクションカムとか、いろんなもの、機材を持ち運びたいのね。バイク乗るときに動画撮るので、そういうものを持っていきたいんだけど、そういうもの専用のバッグじゃないから、中で機材がわさわさガチャガチャして動いちゃうっていうのがちょっと心配だったところですね。で、こっちは容量大きくていいんだけど、わちゃわちゃしやすい。こっちは容量が小さくて部屋がいくつかあるんだけど、ちょっと容量がそもそも足りない。だからヘルメットを運ぶ専用バッグっていう感じの僕使い勝手してますね。という意味でも串谷のこっちの方が搭乗頻度は高いんです。で、そこで僕は新しいバックパックを探してたんですけど、すいません、鼻水が止まりません。ここでバイク用のバックパックを選ぶときに気にしたいポイントいくつかあるんだけど、
一つはまあ防水かどうか、雨の中も走るときに中身が濡れちゃうの嫌だから、そういう意味である程度マウンテン系とかアウトドア系の生地の強いもの、作りの堅牢なもの、性能の高いもの、パフォーマンス系のバックパックっていうのを選びたいところでですね、例えば、日本でもですね、ファッション業界でも大流行りして、もうずっと流行り続けてるアークテリクスの、アロー22っていうバックパック、はい、とかもあるんですけど、これはですね、昔買って使ったことがあって、なんとなくその時に飽きちゃって、今はちょっと興味がないっていうのが僕の正直な感想です。すごい使い勝手良かったし、頑丈で、本当にいいバックパックでした。で、容量もいろんな種類があって、多分ね、今の僕のニーズで、満たしてくれるものあるのは知ってるんだけど、もう一度使ったことがあるから違うものを使ってみようと思って今回除外しました。で、次にですね、バイク乗りの定番というと、バックパックそのものにプロテクション性能を持ってるという面白い構造をしているボブルビー。はい。これも定番ですよね。これの、メッキでガラス調になってるものを昔使ったことがあります。ライダー一度は通るバックパック、これですね。背中側のプロテクション性能もいいし、ある程度ハードシェルのカバンだから中で荷物が動いてもカバンそのものの形が維持されて、仮にこういうのをさ、ぺっちゃんこで荷物空で運ぶとこれこんな薄っぺらくなるんだけど、こう自立しないじゃん、こんな感じで。だから背負った時のシルエットが美しくないんだよね、こういう柔らかめのバックパックって。そこでボブルビーはハードシェルのおかげで、背負ってる時に中何も入ってなくてもちゃんとそのバックパックを背負ってるデザインなシルエットを自分の体にまとえるっていうところですごい良かったです。ただ硬いだけあって背負い心地、使い勝手が正直ね、そんなに僕はいい印象がないですね。形がすげえかっこいいから、まあ、かっこよさ重視っていうカバンですね。で、これも使ったことがあるので今回は除外しました。全く新しいものを使ってみたくて、で、その串谷からアルパインスターズに行ってチャレンジしてみたんだけど、本当はこれね、もう一個大きいサイズあったんだけど、それがちょっと売り切れで買えなくてこっちの方になったんだけど、今回この手のものとはちょっと系統の違うものを買ってきたわけです。はい、アマゾンで買いました。佐川急便さんが届けてくれました、ありがとうございました。これですね、こういうハイパフォーマンス系とかテクニカル系とはちょっと違う、もうちょっとファッション寄りなバックパックを買いました。早速開けてみます。えいっ、ちぎれた、うわー、せい。はい、こんなもの買いました。僕帽子かぶるの大好きで、いつも帽子かぶってるんですけど、これ AND ウェアの帽子なんです。他にニューエラのものもあるんですけど、これニューエラのバックパックを買いました。で、カラーがご覧の通りレッドで強いやつにしました。で、これがね、防水がどうかとかそういうね、性能的なところは正直一旦横に置きました。これを一目惚れしてこれにした理由はちょっと後でお話します。まず開けてみましょう、鮮やか、鮮やかですねあー、ごめんなさい、もう風がダメだ。で、そこそこ容量大きめのやつですね。あ、だけどネットで買ったから実物見なかったんだけど、縦に長さがあるんだけど、ちょっと薄めですね。ああ、これ良かった。横に広がってるバッグ背負うとシルエット美しくないんだよね。できれば縦長のバックパックを背負ってたいんだよね。自分が正面から見た時に横からこうはみ出してこないやつ。ここがはみ出してくると、幼稚園児とか小学生のなんか遠足みたいな感じ出ちゃうから、このシルエットまっすぐ立った時に細身のやつが良かったから、これ細身で正解。しかも薄め。思ったよりもちょっとレッドがね、鮮やかだな。もうちょっと渋いレッドかと思ったけど、はいはいはい。で、これが開く、開くで、ここがなんか絞ってなんか他のものが侵入しないようにできる感じ。これどこまで大きくなるんですか。はい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 。生地はかなり薄めだね。まあただナイロンで分厚いから、まあ系統としては編み方は串谷のこれと似てるね。多分そのナンデニールナイロンというその強度というか厚みというか糸の太さがおそらくこれとは違うんでしょうね。ただ編み方が見た感じほぼ一緒なので同じ系統のものだと思います。で、内容量がそこそこあってノートパソコンも入る。はい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 。で、僕さ、三脚入れたいから長めのやつ欲しいんですよ。これ良さそう。ちょっと後で別撮りでこれちゃんと見せますね。で、今回もうこれだって思った理由が一つあるんですね。今までのカバンは一眼レフカメラを入れる時っていうのは一眼レフカメラ用のソフトケースのようなものに入れてカバンの奥底に入れておくのね。ってことはその上に荷物を置いた時に大事なカメラの上に荷物が積み重なっていくテトリス状態になっちゃうの。
じゃあ逆にして大事じゃないものを下にしてカメラ上にしても結局同じことが起きるんですよ。中で崩れてカメラが下の方に落ちてくるのが重たいから、だから中で動いちゃうのもちょっと嫌で、これなぜニューエラにしたかというと、ニューエラってこのキャップメーカーね、キャップってさ形崩れてヨレヨレになっちゃうと台無しになるんだよね。あの張りがあって厚みがあって強そうな感じがするのがすごく大事で、ファッションでもヨレヨレになったら終わりだから、ここの上の部分がなんとこれわざわざキャップを形崩さずにしまう用の部屋がここにいるんですよ。こんな型紙がいて、この型紙に帽子を合わせてこの中に入れてあげるんですよ。この上の部屋が一眼レフカメラ入れるのに最適じゃねって思ったんですよ。あ、これ完璧じゃん。これしかもハードシェルのケースがいるから、そのままこのケースが一眼レフカバーとしても役割果たしてくれる。しかも重たいものが上にいてくれた方が背負った時楽だしね、下に来ると下の方でカバンがブランブラン動いちゃうから、これ狙い通りですね。これよかったよかった。はいはい、こんなバックパックです。ちょっと寄りで見ていきましょう。まずですね、このナイロンのゴツゴツ感なんだけど、ちょっともわれが出ちゃってるかもしれないけど、太めの糸を手繰り寄せていって、また太い糸にしてそれを編んでいったっていうような感触ですね。で、生地はね張りがあるんだけど、多分ね糸が太いだけにちょっともっちりしてる感じがしていい感じの肌触りですね。で、串谷の方を見てみるとすげえそっくりなんだよね。これ同じタイプの編み方をしているのかもしれませんね。はい、でここがですね、今回僕が何よりも興奮しているキャップをしまっておく部屋なんですね。さすがキャップメーカーのニューエラですね。で、この中こんなのがいるんですよ。これなんかパッドが入ってちょっと固めの構造になってるんだけど、これに自分のキャップをつけてあげれば型崩れせずにこの中にしまって運ぶことができるというものですね。で、僕はその代わりにこの部屋に一眼レフカメラをズコって突っ込んじゃいます。ズコって突っ込んじゃいます。そうすると一番重たいものがこの背負った時の上側に来てくれて、中の荷物と干渉しないっていうメリットがありますね。で、横から中にアクセス、あ、中じゃない、これはただここポケットだ。あ、これ便利だから、お財布とか取り出ししやしたいものね、ここに入れることになるんですよね。で、反対側はここがズバッと開いて中に直接アクセス、あ、ここ見やすい、これがノートパソコンを挟むとこですね。ノートパソコン用のクッションがちゃんとついてて、これ安心ですね。僕 MacBook Pro の15インチ使うので、それなりな大きさがあると嬉しいので、これ便利です。閉めて、で、裏側で、僕がねちょっと細かいこだわりなんだけど、これ胸側を止めてくれるこのベルトね、背負った時にこの胸側ベルトは僕止めたいの、バイク乗る時にこう背中で動くの嫌だから。だけど腰ベルトはつけたくなくて邪魔なんですよ。だからこれがアウトドア系のもっとちゃんとしたバックパックになっていくと、だいたいここついてくるものが多くて、そうなると僕のバイクライフにはちょっと好きじゃないってところがあって、これはここだけっていうのもありがたいところですね。便利ですね。あ、イヤホン通すなどがついてる。まあそんなに使うことはないですけど、あって困るものじゃないですね。で、開けて中荷物ここ入れて、ここをキュッとこうやって絞れるっていうことです。いいですね。はい、いかがでしたでしょうか。カバンの中身を見てもらいました。で、今回これ買うときに、ブラックもあったし、ホワイトもあって、ホワイトとちょっと悩んだんだけど、バイク乗るとあっという間に汚れていくから、ちょっとそれは避けました。普段使い、街使いだけにしてバイクで使わないんだったら、ホワイトが欲しかったです。で、あと、ちょっと迷彩柄っぽいもので、ブルーブラックのものと、ブラックとグレー基調の、迷彩模様のやつもありました。で、黒は黒でも、ここのバッグの横側、こういうとこに、めちゃめちゃでかいゴツロゴでニューエラって書いてるものもあったんだけど、ちょっとそれはニューエラ感が強すぎて、僕ブランドロゴとか文字がねそんな書いてないやつが好きなんですよ。で、それでなるべくロゴがそんなに入ってないやつの中で、ただ色だけはちょっと遊びたくてこの強いレッドにしました。ただこれの弊害としては、ドゥカティとか赤いバイクに合わせたくないね。もう赤赤赤赤赤赤になっちゃうから。あと
赤いジャケットの上に着ると単純に体が大きくなって大きく見えちゃうから、僕が気に入ってきている去年モデルのクシタリのフルメッシュパーカージャケットレッドが入ってるから、それとも正直合わせにくいですね。あ、ってことは俺フルメッシュパーカージャケット違う色の黒い系買わなきゃいけないってことか。やっちゃった。まあそれはさておき、僕がですねこれを背負ってどんなシルエットになるかというのを最後にご覧いただいて今日はお別れすることにしましょう。でこのバッグで使う実はアクセサリーを一つ買ってあるんですね。もうね風でね頭回んないのよ。もうなんか頭が、あと風邪薬が効いてきていい感じに眠くて旅立てそうです。じゃあ次の動画でこのアクセサリーを開けてこれに装着しているところと、まあ、荷物を多少入れてみたというところをやってみたいですね。じゃあ引き続きレイブログぜひご覧になってください。バックパックのですね前に作った動画を見ていただいた方がこのクシタリタルパイスターズの説明は、ある程度してますので、ぜひそちらもご覧になってください。チャンネル登録も引き続きよろしくお願いいたします。ということで以上レイがお送りしました。はい、それでは3つのバックパックを背負ってお別れします。まずはクシタリからいきます。クシタリこんな感じです。次アルパインスターズいきます。はい、こんな感じでした。では最後に今回買ったニューエラの赤いバックパックに参りましょう。はい、いかがでしたでしょうか。この縦長のシルエットかっこいいですね。なんか今スッカスカに何も入れてないんだけど、ある程度このシルエットと大きさ感がデザインとして残ってくれるのがありがたいです。なんならこれの違う色も買っちゃおうかなってすでに思ってきてるぐらいです。じゃあこのバッグの細かい動画また作りますので引き続きご覧になってください。